前日19日に落馬負傷した川田優雅騎手、39、が20日、自身のインスタグラムで退院を報告した。新幹線と思われる車窓の写真とともに、昨日のレースでゴール入線後騎乗馬が転倒してしまい、ご心配、ご迷惑をおかけしてます。すぐに病院に搬送していただき、精密検査、経過観察入院を経て、先ほど退院して帰路についてます、と説明した。19日の東京サガールではゴール後に騎乗馬ミラージュナイトがバランスを崩して落馬した。自力では動けずに担架に乗せられて救急車で運ばれ、頭部の負傷と診断され、同日の 4R 以降4クラと20日の7クラで乗り換わりとなった。菊花賞、G1、芝 3000m、のメリオーレム、オスさん、友道、は藤岡祐介騎手、38、が代わって手綱を取る。騎乗していたミラージュナイトに、大きなトラブルはなく大丈夫そうだと聞き、ほっとしてます。こんなアクシデントが起きてしまいましたが、馬も人も命救われたこととともに、後続馬に大きな迷惑をかけることなく終わってることにも、感謝します、と綴った。来週27日の天皇賞、秋、G1、芝 2000m、東京、では、昨年の三冠牝馬リバティアイランド、メス4、中内田、への騎乗が予定されている。